科学技術振興機構の、串田と申します。今日最後の、題目になりました。皆さんお疲れのことだと思いますけども、これから私がお話しする内容というのは非常に気楽に聞いていただけるものだと思いますので、リラックスして聞いていただければというふうに思います。最初の方ですね、スライドを使っていくわけですけども、途中で実際にサイトスケープっていうツールを使っていただくような内容を考えてますんで、サイトスケープを、パソコンの方にインストールされてない方っていらっしゃいますか？できてないとか。あ、そうです。もしあれだったら今やってもらってもいいんですけども、資料の方が、今ちょっとダウンロードするとまた集中してサーバーに負担かけるかもしれないんですけども、こちらの方に、上がっているので、これも見ていただくとですね、帰ってからも復習できるようになってますん で今回の内容も画面を見ながらやっていただいてもいいですし、実際にパソコンを、サイトスケープを立ち上げてやっていただく、どちらでもいいような感じの内容にしたいと思ってますので、インストールされている方は、インストールして、プログラム立ち上げて実際に触っていただく、あるいはその、もっと集中してこの場で聞いておきたいということだったら、そちらの方で、実際に触らなくてもですね、いいような感じにしたいと思います。でまずですね、サイトスケープまだ始まる前なんですけども、起動するのにちょっと時間かかるかもしれないので、起動の仕方ですけども、Windows 使われている方は多分プログラムのところに入っているので、ここにサイトスケープ3.11 という、これが最新版なんですけども、ひょっとしたら最初に私どもがご案内したときは 3.10 というものをバージョンをご紹介したと思うんですけども、7月に入って 3.11 になっています。ただ、これはバグフィックス版だと思うので、特に内容等は変わらないと思うので 3.10 でも構いません。ただそのサイトスケープちょっと後でまた紹介するんですけども、サイトスケープ 2. いくつつながるんですけど、それちょっと若干ですね、画面の表示とか変わっているので、それだとちょっと今回の仕様とちょっと違っているところが出てきているかもしれません。まずこれでですね、サイトスケープってところをちょっと立ち上げてみてください。で最初に立ち上げた場合にはちょっとしばらくですね、2、3分時間かかるかもしれないので、時間ちょっとかかるので立ち上げてみて、待っておくというような感じにしていただければと思います。で立ち上がるとこういう画面が出てくると思うので、この画面は気にせず、クローズをしていただけばいいんですけども、まずそこまでやっていただいて、実際の講習の方をちょっと、サイトスケープについての簡単な紹介をまずしたいと思います。でこれが先ほど紹介した講習会の資料として、MottoDB というページの方に、上げているものなんですけども、それに沿って最初は説明していきたいと思います。まずライフサイエンスのデータの可視化なんですけども、可視化の対象というと、こういったいくつかのものがあると思うんですけども、その中でもパスウェイとかネットワークのデータの可視化に、特化したといいますか、非常に得意とするツールがサイトスケープというツールになります。で実際にはですね、系統樹とかヒートマップといったものに対応するプラグインなんかもあるんですけども、基本的には、ネットワークの知識、あるいはパスウェイの知識、要は物と物の関係であるとか、物とことの関係であるとか、こととことの関係であるというようなですね、いろんなその関係を表すのに使われるツール でこれライフサイエンスのツールとして出てきたものなんですけども、実は、ライフサイエンスに限らず、要は人と人の関係でもいいですし、どんな関係でも、使えるようになっていて、実際にいくつかサイトスケープを使って、それぞれその人間の関係を調べたり、人間関係ですね、を調べたりという例もいくつか紹介されています。でこれがサイトスケープの特徴を示す非常に特徴的な図なんですけども、サイトスケープの、開発者の中に UCSD の大野さんという方がいらっしゃるんですけども、この方の日本人の方で、私どもいろいろ相談したり、いろんな要望を出したりしてるんですけども、要はこの今これはマウスのインタラクトームなんですが、
このツールが目指しているものっていうのは、ある、生物種の全ての遺伝子の遺伝子間の関係を表すことが一つのツールでできるようにというようなことを目指しているわけです。要は数万ある遺伝子のそれぞれの関係、おそらく、数万本以上の線が引けると思うんですけども、そういったものを一つのツールで取り扱えるようにってことを目指しています。で、以前その例えばプロテインプロテインインタラクションの、研究が進んだ時に、こういったネットワークのツールが無料でいくつも出たと思うんですけども、その時には例えば大きなネットワーク図を書くとも動かなくなっちゃったりしたわけなんですけども、そういったことがないように、大きなデータでも取り扱えるようなツールで、しかも、オープンソース、基本的にはフリーで使えるツールを作っていこうというような、コンセプトの下で、プロジェクトが進んでいるものです。で、今日の資料の概略といいますか、今日の、内容ですけども、まずサイトスケープについて簡単なご紹介をします。で、その後基本操作、サイトスケープの使い方を、ご紹介して、で3番目にパスウェイの書き方、実はここら辺のところが一番そのサイトスケープを使う上で、分かりづらかったり、そこでちょっと、使い方がよくわからないんでってことで断念しちゃうところなんですけども、これを超えてしまうと、あとはもうスーッとその皆さんの研究に合わせて、必要な例えば解析に使うためのプラグインを、導入をして、それを使って解析していくってことになるので、この3項目3つ目ぐらいですね、ここまでやると、あとは、実はもうあの皆さん、自由に使えるようになると思います。で、今日は、時間も時間なんですけども、おそらくその全部はちょっと紹介することができないと思うので、簡単なプラグインの紹介ぐらいまで、できたらいきたいな、それを目標にしていきたいと思います。で、サイトスケープについてなんですけども、これサイトスケープの実際のページを見ていくと書いてあることなんですけども、一番最初に書いてあるように、サイトスケープはオープンソースのプラットフォームで、複雑なネットワークとかネットワーク解析とかビジュアライゼーションに使うものであるということが書かれています。で、バージョンなんですけど、さっきも紹介したように今、最新のバージョンは、サイトスケープの3が、これが最新のものです。で、2というものとか、あとサイトスケープ JS って書いて、これ JavaScript の例なんですけども、これはプログラマー向けの方に提供しているもので、今回、参加していただいている方とはちょっと関係ないので、こちらの、サイトスケープ、JS、JavaScript のタイプのものは紹介しません。で、今回は3について説明するんですけども、なぜこのサイトスケープの2が残っているかというと、実は、サイトスケープの特徴で、さっきもちょっとお話したんですけども、解析をするときに、プラグインという、最近はプラグインという意味じゃなくて、アプリとかアップスというんですけど、アップというんですけども、そういったものを、追加して解析するんですけども、サイトスケープの2から3に上がるときに、そのプラグインの開発がちょっと追いつかなくて、実は去年更新したときにはプラグインの数がおそらくその2の半分以下しか、2で使えるものの半分ぐらいしか使えなかったんですけども、今回この、資料を作るにあたって確認してみましたところ、もうほぼ、2で使われているものが使えるようになってきたということで、こちらも書いてあるレガシーバージョンで書いてありますけども、サイトスケープで解析をしたくて3では、まだプラグインに対応してないものについては2を使いましょうというような使い方がされているわけなんですけども、ほぼおそらく今後は3だけでいいということで、3についてのご紹介をします。で、開発者の項目がここにありますけども、これをまた見て、実際にページの方を見ていただくと、どんなメンバーが開発しているかっていうのがよくわかるんですけども、さっきも言いました UCSD のグループが中心となって、あと、アジレントも入ったかな、あと以前はユニリーバーとかですね、そういった企業等も入ったりしていましたし、トロント大学のグループが入ったりというようなこともありまして、で、最初のそのリーダーの中にはクリス・サンダーというそのバイオマティクスのバイオマティクス 学会誌があるんですけども、その初代の編集長が入ったというように、かなりそのバイオマティクスの世界では有名な人が開発者に加わっているというようなツールになります。
で、あとチュートリアルもこちらの方に、これは英語なんですけどもあるので、まあ、今回の講習とかなり、このチュートリアルを参考しながら、作っているということもあるんですけども、これもまた参考に見ていただければと思います。で、先ほど申し上げました通り、最新のものが7月7日の現在で 3.11 です。ダウンロードする際には、まあ、若干その、名前と所属を書くような欄がありますけども、まあ、それ以外に求められることは、ないので、フリーに自分のパソコンにダウンロードして使っていただけるツールになります。で、サイトスケープの特徴と機能ということで、大体これ今13個あると思うんですけども、まあ、これがその特徴であるということでホームページで紹介されていますけども、まあ、その中でも特に、特徴的なのが、柔軟なデータの可視化機能があると、いうことです。もう一つは、豊富なグラフの自動レイアウト。で、このネットワーク図を作った時に、大体そのノードの数、例えば、さっき言ったそのマウスのインタラクトームだったら点が遺伝子、を、まあ、表していたわけなんですけども、まあ、あれだけ数万ぐらいのあると思う、数万とか数千という感じオーダーだと思うんですけども、実際に、そのどれぐらいの大きさのネットワークまで、人が認識できるかっていうと、おそらく、50から200個ぐらいのノードぐらいまでしか実は認識、パッと見てですね、何を表しているかわからないというふうに言われていて、で、それがその、実際そのネットワークを自分で作ったときにうまく並べて、その分かりやすくその並び替えるっていうのが、例えば200個のノードを持っている、遺伝子を持っているの、インタラクション、ネットワークと書いたときに、どうやってどこに配置したらいいかって結構大変なんですけども、それを、今いろんなアルゴリズムを使って見やすくして、してくれるようなアルゴリズムというか、その自動レイアウト機能が備わっています。で、最後に、プラグインという形で機能を追加できて、データの分析機能などがあるということで、これはその皆さんやられている研究の内容とか、分野によって、いろいろ使い分けて必要な機能のみをダウンロードしてそれを使うことができるというのが特徴になっています。で、ちょっと今言ったことの、もう少し詳しく見てみますと、まず、さまざまな標準化のデータフォーマットに対応しているということで、ここら辺のものはグラフ表記のフォーマット、これはラフサイズとは特に関係ないんですけど、こういったデータを読み込むことができますし、システムバイオロジーの、書式にも対応してますし、あと、Excel、自分で Excel の表にそのネットワークの情報を入れて Excel のデータを読み出すことができるというような特徴があります。あと、ウェブサービスの技術提供ということで、いろんなその、ウェブサービスでこのサイトスケープの図が使われていたり、あとセッションファイルの取り扱いって、これはどういうものかというと、このツールっていうのは可視化するとともにいろんな解析ができるという話をしましたけども、その保存をしておいたときに、その保存をした最後の状態を保存するだけではなくて、その途中でどういう解析をしたかという途中のその、ところに戻ることができる、その、経過をずっと保存することができるというのが、非常に特徴だと思います。あと、データの総合運用ということで、R とかいろんなツール間のやり取りもやりやすくなっています。で、あと、特徴の一つとして紹介した、柔軟な可視化機能、これは特に今日の講習でも、比較的時間を割いてご紹介をします。で、あと、画像データの出力ということで、論文に出す場合、多様な形式に、対応して作った図を、出力することができます。あと、豊富な自動レイアウト、これもさっき特徴の一つで紹介しましたけども、こういったいろんなタイプのレイアウトが、かなり細かい設定を持って行うことができます。で、あと、パスウェイの検索機能ということで、パスウェイに対して、キーワード検索等がかけられると。で、あと、ブラウジング機能といって、これはそのパスウェイを拡大してみたり、パスウェイを、2つのパスウェイをつないでみたりとかですね、そういった、表示のところでいろんな工夫がまたできるということです。で、フィルタリング機能、これも検索機能に似てるんですけども、いろんなそのパスウェイの中の、例えばノードとエッジってよく言い方するんですけども、ノードっていうのは点を指していて、エッジっていうのは点と点を結んでいる線、接線という言い方が、することもありますけども、それぞれに対してその属性値、
細かい詳細の情報をつけることができるわけなんですけども、それに対して絞り込んだりすることができる。例えばそのノードの中に遺伝子の発現量を入れておいて、その P バリューがあったらそのある値以下の P バリューを持ってこいとかですね、そういったフィルタリング機能があるわけです。で、次はその部分パセとかモジュール構造の発見ということで、これはその生物学の知識というよりもネットワーク学っていうんですかね、ネットワークの研究分野で、その大きなネットワークの中から、部分パスウェイ、サブパスウェイを見つけてくるっていうのが非常に大きなテーマに、なっているんですけども、いろんなアルゴリズムを使って、そのネットワークの中から特に密につながっている、小さなパスウェイの、部分集合を見つけてくるというようなことができるアルゴリズムが、これは実はプラグインで対応してるんですけども備わっています。で、今ちょっとプラグインの話しましたけども、ちょっとこの絵が古いんですが、さまざまなタイプの、解析のツールとか可視化のツールが入っていて、基本的なそのデフォルトのツールなんかは最初にインストールした時、サイトスケープをインストールした時に入ってるんですが、細かい、ツールについて、プラグインについては、必要なものを必要な時にダウンロードして使うということができるようになっています。あと、最後になるんですけども、多言語対応ということで、一応日本語にも対応しているということになります。で、以上が、サイトスケープの本当に特徴をご紹介したんですけども、それに沿いまして、サイトスケープをどのように使っていったらいいかということを、ちょっと順番に紹介をしていきます。で、皆さん、サイトスケープをインストールされた方は、今こんな画面になっていますか、いますでしょうか。で、この画面は消しちゃっても構わないので、クローズを押すと、こういった画面が出てきているかと思います。実際その後ファイルを開いたりしている方もいらっしゃると思いますけども、それはそのままでも構いません。で、実際にちょっと基本の操作について、このツールを使ってご紹介をしていきます。で、その前に先ほどちょっと申し上げました通り、そのサイトスケープというのは非常に大きなネットワークデータを使えることができるんですけども、その、ツールの方に割り当てるメモリの設定ができるようになっていて、通常は初期設定の状態で普通のネットワーク図が見れるんですけども、もし、メモリが足りないというようなエラーが出た場合には、その設定ファイルがあるので、それを変えてくださいということなので、今ちょっとご紹介をしています。で、今回はこれは特に関係ないと思いますので、もし大きなファイルを使って、このような問題に行き当たった場合には、こちらの方を思い出して設定の方を変えていただければと思います。で、Mac の方にも同じような設定がありますので、Mac の場合は、一応ここに参照する URL を載せておいたので見てください。で、じゃあ実際にサイトスケープの使い方をこれからご紹介していくわけなんですけども、おそらく皆さんはもうサイトスケープの方、起動ができているかと思うんですが、もしできていないとか、どこにサイトスケープがあるかわからない方いらっしゃいますか。大体皆さん立ち上がってる感じですか。開かないですか。Java をですね、最新のものを、やはり、上げといても、インストールしておいてもらわなきゃいけないんですが、ちょっとそれ以外でもまた立ち上がらない理由があったらですね、大丈夫でしょうか。一度、そうですね、もう一度アンインストールしてやってもらった方がいいかもしれないですね。あと、ダウンロードする際にそのいくつかその Mac の場合はちょっとよく分かりませんけども、 Windows の場合ですと、いろいろなそのバージョンがあって、そのマシンに沿ったものをダウンロードする必要があるので、そこら辺ももしうまくいかない場合には注意して、再インストールしてもらうってことになるかと思います。
じゃあちょっとあの、簡単にですね、サイトスケープの画面の方の紹介をしようと思います。でその前にあの実際今皆さん出てる画面とこちらの画面が違う可能性があるんですけども、要はまだファイルを読み込んでいないので、中にはこういう形でなっている方がいるかと思うんですが、ちょっとじゃあファイルを読み込んで実際にちょっと見てみようと思います。でファイルを読み込む場合には後からちょっと詳細な説明があるんですけども、ファイルっていうボタンを押していただくと左の上にあるんですが、そこに、オープンっていうのがあるので、上から3つにオープンっていうのを押していただいて、そうすると、おそらくここの、ウィンドウが開いて、そこにそのサンプルデータっていうフォルダが開いてるといいんですけども、ひょっと違うところが開いちゃってる人っていますか。皆さんこれサンプルデータ開いてますか。で、いくつかのこのファイルがあるんですけど、そのうちのちょっとこの名前が似てるんで間違いやすいんですが、ガルフィルターの SYS サイトシスっていうのがあるんです。それを選んで開いてもらうと、講習会の資料と同じような画面が出てきているかと思います。じゃあちょっとこの状態でその画面の構成を簡単に紹介をすると、ここの一番上のところがメニュー画面になりまして、ここにあのアイコンがあるんですけども、よく使う機能についてはここでアイコンでリストアップされているということになります。で、この左の真ん中にあるこれがメインのネットワークビューと呼ばれているもので、これネットワークを表示して、見ていく画面になります。でその左の方にはコントロールパネルといって、でこれはその、ノードとかエッジ、要は点と線の、形であるとか色であるとか、あるいはその、形とか色ですね、その、見た目を変える時に使う画面がありまして、下にはそのネットワークの全体表示というところがありまして、今あのこれがちょっと小さくて見にくいんですけども、これが全体のネットワークで、青で囲ってある部分がこちらのメインネットワークビューで今表示されている部分だということになります。でこのメインネットワークビューのところは、ここのその、全体を見るところをにカーソルを持ってきて、これをこう動かすことができできます。であと、この右のですね、下にあるところがテーブルパネルと呼ばれているもので、それぞれこのノードとかエッジが持っている情報を、属性値を表している画面に なっています。要は、この丸のところ、点のところを遺伝子とした場合に、その遺伝子の名前が何台あるのかとか、あるいはその遺伝子の発現量、マイクロアレイ等で、発現解析した場合には、その発現のデータを入れておくというような、ことができます。でまた、エッジの方には、エッジっていうのはこの線の分、ノードとノード、点と点をつないでいる線の部分ですけども、そちらも同じように、属性値っていうのを持たすことができて、要はその例えば遺伝子間の関係であるんだったら、それがプロテインプロテインインタラクションであるとか、あるいはその、遺伝子と、プロテインの、制御の関係であるとか、あるいはこの遺伝子と遺伝子の、インタラクションの、の根拠になっている論文の、パネル ID を入れたりとかですね、そういったそのネットワーク図の各構成要素に対して細かい情報を入力することができるというのがツールです。ちょっと先に進みますけども、でこのツールの最初の段階のちょっと難しいところっていうか、その分かりづらい、とっつきにくいところっていうのは、そのファイルをどこから開けばいいのかっていうことが実はあまりよく分からない、
でこれはあのサイトスケープの特徴と非常に密接に関係してくるんですけども、サイトスケープのところ紹介と特徴のところでいろんなタイプのファイルを表示すること、読み込むことができると紹介をしましたけども、そのファイルのタイプによって若干開き方が違う。でそこがちょっと理解しないとどうやって開くんだっけなっていうようなことになって分からなくなって、もういいやというふうになっちゃったりするわけです。でちょっとそれについて今この表、画面でまとめていますけども、先ほどそのネットワークで一番最初に開いたときにファイルというこの、ところメニュー画面からメニューを出してオープンでファイルを開いたと思うんですけども、ここで開くファイルっていうのは基本的に SIS ファイルと呼ばれているサイトスケープで作成したファイルだけです。サイトスケープで作成した一度作成したファイルを開く場合にはこのオープンというところから開いてください。でそれ以外のファイル、要はサイトスケープで作成していない、先ほど紹介したようなそのネットワークのいろんな、ファイル形式があるという話をしましたけども、そのファイルに対してはまたちょっと開き方が違っていたりします。例えば最初ちょっと紹介したんで、 Excel でネットワーク上の情報を自分で編集する、まあ、その Excel でネットワークの書き方っていうのは後からちょっと簡単に紹介するんですけども、Excel でそのネットワークの情報を書いたときにどこから開くかっていうと、実はオープンからは開けなくて、同じこのファイルのところのインポートっていうところは入ってもらいます。でインポートを選ぶとネットワークテーブルスタイルとかいろいろ出てくるんですけども、そのインポートからネットワークを選んでいただいて、ファイルで Excel のファイルを指定するということをします。でもう一つ、実は Excel で、データを作ったときには、Excel で作るファイルのそのネットワークのファイルの構成っていうのは、これもちょっと後から紹介しますけども、点と線の情報のファイルが一つ必要で、それ以外にもう一つ、先ほどそのコントロールパネルっていって、画面のこの右下のところに、それぞれノードとかエッジにさまざまな情報を入れる、編集することができる欄があるんですけども、この情報をまた Excel で、編集をして、それをまたネットワーク図に、重ねるというような作業が必要になっていて、それ実は Excel で作った場合には2つのファイルが必要になるんですが、そのネットワークの点と線の情報はこのネット、インポートのネットワークからのファイルから入っていくんですけども、その属性の情報はテーブルの情報から、インポートするというような形になって、ここら辺のところが、まあ、なんとなくそのデータの構造、どういったデータの構造になっているかということが分かると実は、理解も早いんですが、実際にそしたらちょっと、今この実習っていうのがあってですね、でさっきサンプルフォルダーっていうところを見てもらって、先ほどはガルフィルターの SIS っていうものを開いてもらったと思うんですけども、実はその拡張子の違う、まあ、数種類のファイルが入っていて、でそれぞれ何を表しているかってことなんですけども、ちょっと紹介をするとですね、でここに先ほどのその、開いたファイル等があるんですけども、ガルフィルタード、SIS とか、CSV とかですね、SIS ファイルとかっていうのがあって、これは要はテキストエディターかなんかで開くと非常に分かりやすいんですけども、例えばガルフィルタード、CSV っていうファイルは、これはExcel 等で編集すること、まあ、あるテキストエディターとか Excel で編集するその間膜切りのデータなんですけども、まあ、どういうものなのかというと、ちょっとこれ見にくいな。これ実は Excel に入っているデータなんですけども、要はソースとターゲットっていうのがあるんですけども、これは要はノードの表していて、ノードの元とその対象先ってことで、要はこことここの、これは、マウスの遺伝子を表してるんですけども、
このノードとこのノード、これがソースでこれがターゲットで、そのインタラクションが PP、 これがプロテインプロテインインタラクションを表している、まあ、記号なんですけども、まあ、こういった感じのデータ、これが実は先ほど言った、Excel で作った、ネットワークズインポートから、インポートからネットワークに行ってファイルで開く、Excel でデータを作った時の、読み込み方になります。で、あと、まあ、こちらの方に、シンボルとかバリューとかいろいろ入ってます。これは無視をしていただいて、実は、サイトスケープでネットワーク図を表示するときに必要な情報というのかな、ソースの情報とターゲットの情報とそのインタラクションの情報があれば、要は三項関係、まあ、二項関係といった方がいいかもしれませんけども、点と点と線の関係、この3、カラムが3つあったらネットワークが書けます。なので、自分で例えばネットワーク図を作る場合にも、この3つの情報を入れてやれば基本的にサイトスケープで表示できる、要はこの単純な、データ構造になっているわけです。で、こちらに戻りますけども、ファイルのタイプによって若干ちょっと開くところが違うと。まあ、一番覚えやすいのはサイトスケープで作ったファイルだけはオープンで開いて、それ以外のものはインポートからネットワーク図なのかその属性の情報なのかってことで選んで入れていくってことに、選んで、データを開いていくってことになります。で、実際今 SIS ファイルっていうのを開いた、皆さんに開いていただいたところだと思います。で、今開いているサンプルのデータについてちょっと情報を、お伝えしておきたいと思います。ガルフィルターの SIS っていうファイルを今開いていると思うんですけども、そのファイルの、データのですね、対象の生物種は、出芽酵母になります。で、転写因子、ガル1、ガル4、ガル80といった遺伝子を対象にノックアウトをした、株を対象にマイクロアレイの遺伝子発現解析を行ったデータになります。で、各遺伝子の遺伝子発現量を基地のタンパク質タンパク質インタラクションのネットワーク図およびタンパク質 DNA の相互作用のネットワークに反映しているということが書いてあります。要はその、基地のプロテインプロテインインタラクションのデータに遺伝子の発現量を色を変えて、例えば発現量の高いものを赤にして発現量が下がったものをグリーンにするとかっていうようなことで、書き分けている、パスウェイになります。で、この場合注目する遺伝子の発現がどのような制御を受けているかネットワーク上で確認をするといったことを、この後ちょっとお見せをします。で、これ何度も繰り返しておりますけども、この場合ノード、まあ、接点ということもありますけども、ノードは遺伝子を表していて、ノードの色は遺伝子発現量を表していて、エッジはタンパク質タンパク質相互作用の情報もしくはタンパク質 DNA の相互作用の関係を表しているネットワーク図になります。じゃあ次に、まあ、基本操作のところなんですけども、ノードのところにはどういった情報が入っているのかってことを確認する方法を、ちょっとお見せをします。で、今これネットワークちょっとずれちゃってますけども、ここがの、遺伝子であったり、まあ、タンパク質であったり、まあ、両方書いてあるんですけど、この場合には、選択してもらうと今ここの方に、今選択しているものに対するこのコントロールパネルじゃなくてそのテーブルパネルのところにそのノードが持っている情報がここに今表示されているということになります。で、ここでちょっと、まあ、名前があって、これはアベレージっていうのはちょっと分かんないな。ちょっとこれはネットワーク解析ですから、そのアベレージショートパスショーテストパスって、まあ、最短経路を見つけるときの何かアルゴリズムだと思うんで、ちょっとあまり詳しくは話はしませんけども、あとずっと右の方に行くと、まあ、これだけの実はノードに情報が入っていて、このディグリーっていうのはこれもあの生物学の用語ではなくてネットワーク解析でよく使う言葉なんですけども、
今指定しているネットノードから何本エッジが出ているかっていうのことを時数というんですけども、それを表しているものです。でネットワーク解析ではそのハブになるような遺伝子が非常に重要になっていて、生物学でもそのハブになっている遺伝子が生物学的に重要な、意味を持っているということがあると思うんですが、まあ、そういった情報も、まあ、このデータには入っているということになります。であとずっと右の方に行くと、ここに、GAL4RGEXP というのがあるんですけども、実はこれがマイクロ RNA のデータ、これは GAL4 という遺伝子をノックアウトした時のこの遺伝子の発現量を表している数値情報になるんです。でこれが、その、ネットワーク図を見る時の、情報を見るときに使われるものです。であと、ネットワーク図にはこのノード以外にもエッジの情報もあって、エッジの情報を見たいときにはどうやって見ればいいかというと、例えばこのメインビューでカーソルで必要な見たいところを、まあ、複数選択することもできるんですけども、範囲を指定してあって、そうすると範囲に入っているものが今ハイライトしましたけども、今表示しているのはこれはノードの情報なんですが、エッジの情報を見たいときにはこの、テーブルパネルの、下の方にタブがあって、ここで、切り替えるようになっています。エッジテーブルというのがあるので、ここで切り分けると今表示しているのはエッジの情報を表しています。でどういった情報が入っているかというと、例えばこれ一つの方がいいかもしれませんが、ここで入っているこのノードとノード遺伝子間を、結んでいる、エッジの情報は、PP であるということから、プロテインプロテインインタラクションの、関係を表している。で、まあ、シェアルネームって書いてあります。これはこの遺伝子とこの遺伝子がプロテインプロテインインタラクションの関係にあるというようなことを表しています。であとエッジ、ビトミンネスっていうのがあります。これもあのネットワーク解析で使うものなので、まあ、ちょっと生物学的な、情報ではないんですけども、エッジにもこのような、いろんな情報が、入っていて、その情報を確認したり、あるいはここで一度編集することもできるんですけども、このテーブルパネルで編集を行うことができるというような、ことになります。で今、ここまで行って、講習会の資料の25まで行って、26、これはさっき紹介したそのアイコンを使ってよく使う機能のところに、操作についてはこのアイコンで、直接行けるようになっています。例えば、SIS ファイルを開くときにはこのフォルダのマークを開く、クリックすればいいというようにですね、よく使う機能についてはここで、リストアップされているので、まあ、慣れてきたらこちらの方を使っていただくのがいいかもしれません。次に、サイトスケープの一番の特徴である、可視化の柔軟な可視化のための柔軟な設定の ところについて具体的にちょっと見ていこうというふうに思います。それではちょっとこっちにまず増やせば、皆さん今開いているファイルを、まあ、今こちらの画面と同じようにする場合にはガルフィルタードシスっていうファイルを開いてもらうようにしたいと思います。でちょっとこちらを使って色を変える方法について紹介をしていこうというふうに思います。で、まず、このデータというのはさっきも紹介したように、遺伝子発現マイクロアレの解析をして遺伝子の発現量をノードに色として表していて、そのネットワーク図そのものはプロテインプロテインインタラクションであるとかプロテインと DNA の相互作用の情報という別の情報のそのネットワーク図に対してそれを色をつけたというような感じになっているんですけども、今このネットワーク図それぞれノードのところに色が入っていますけども、ちょっと色が気に入らない、もうちょっとよく分かるようにしたいというようなことがあったというようなことを仮定して色の付け方についてちょっと紹介してみたいと思います。
で色を変えるとき、あるいはそのノードの形を変えるとき、あるいはエッジの形とか、太さとか、色とか変える場合にはここのコントロールパネルから設定をしていただきます。でコントロールパネルのところにこれいくつかのタブがあって、これはインストールしているプラグインによって、たくさん出てくる人もいますし、あんまり出てこない人もいるんですけども、基本的にスタイルというタブがあると思うので、まずこのスタイルというところを選んでもらいます。でここで、この、画面、可視化の色を変えたり、形を変えたりすることができます。でまず、そうですね、色を変えるっていうことをしてみようと思います。でここで今、ノードの色を変えようと思います。でノードの色を変えるときには、ここにやはり下のところにノードと、エッジっていうのがあるんで、まあ、エッジはちょっとまた後からやるとして、ノードのタブが選択されていることを確認してください。でそうするとずっと上からこの、下まで、いくつか、項目があるんですけども、そこにフィルカラーっていうのが、まあ、私のこの今画面では3つ目のところにありますけども、ここに三角があるんで、この三角を押してみてください。そうすると開くと思います。で、ここで色の設定をするわけなんですけども、色を設定をする場合には、何のデータをもとにどういうふうにするかっていう情報を入れてやるわけです。でここでは、カラムというのは先ほど見てもらったここのコントロールパネルじゃなくてテーブルパネルのところにあるどのカラムを使うのか、どのカラムの数値を使うのかってことを表していて、例えば今、選択されているのはガル1、ガル1、RG、EXP っていうカラムの情報を見ていて、これはガル1という遺伝子をノックアウトした時の遺伝子の発現量を表しているカラムなんですけども、まずじゃあこれはそのままにして、まあ、ここ実はクリックすると、プルダウンメニューみたいに出てきて、ここで選択することができるんですけども、まあ、同じでいいです。別に他のものに変えてもらってもいいですけども、一応この画面では、これを選びます。で次にマッピングタイプっていうのがあって、でここをクリックしてもらうと多分3つぐらい表示が出てくると思うんですけども、これ何なのかっていうと、まずコンティニュアスマッピングっていうのは実は今回使うことになっていて、それは何かっていうと連続的にその、表示の例えば色の情報を変えていくというものになります。でその一方で一番下にあるのがディスクリートっていうのはデータをもうちょっとその、区切って色を変えるってやつなんです。まあ発現量の低い方から高い方にだんだん色を変えていくっていう場合にはコンティニュアスマッピングっていうのを選びます。でそうすると今ちょっと白黒になっちゃいましたけども、次にここの、カレントマッピングというまた、項目があるのでここで色を指定してやるわけです。でここでダブルクリックをしてやるとウィンドウが開きます。でここで色の設定をしてやるわけですけども、これが実は今、設定をしたガル1、RG、EXP といった、ガル1遺伝子をノックアウトした時の遺伝子発現量を収めたカラムになるわけなんですけども、まあ、そこの例えばマックスの値がここにあって、右にあって、その最低の値がここにあるということを表しているんですけども、要はこの値に対してどういう色付けをしてやるかということができるわけです。でその色付けをしてやるときにどうやってやるかというと、上の方に、三角があって、あと、右端と左端に大きい三角がありますけども、まず発現量高い方、まあ、この位置の発現量を例えば変える場合には、ここをダブルクリックすると、このパレットみたいなのが出てきます。で、パレットを選んでもらって、遺伝子の発現量を例えば高いときに赤にしたい場合には、まあ、どれでもいいんですけども、赤を選んでもらう。で OK を押すと、まあ、ここまで赤になる。でこれはずっと動くので、まあ、一番端っこまでもちろん持っていっても構いません。で一方でこっちの遺伝子の発現が低くなった場合の色をどうしようか。でこの場合もやはり同じように三角形のところをクリックしてもらって、まあ、ここでは青を選んでもらう、まあ、仮にですね選んでもらうと、赤から青に変わっていく。で、まあ、ここも今間に入ってるんで、まあ、一番端っこまで持ってても構わないんですけども、こう持っていく。
要はここからその遺伝子の発現が赤いと高いところを赤にして低くなる方を青にすることによって連続的に赤から紫を経て、まあ、青になっていくというような遺伝子の発現を、まあ、こちらで今ちらっと見てみますと、こういう形で表すことができるようになる、まあ、実際にちょっと紫が多いんでちょっとこれだと実はあまりよくわからないんでもう一つじゃあ色を加えることもできて要はこれはログで値を取っているので、おそらくコントロールと同じ発現量だったら、1倍だったら0で2倍だったら、10になるのかなそういった形で多分表していると思うので、0のところが、おそらく遺伝子の発現量が変化がないその例えばコントロールと比べてないということを表していると思うんですけどももう一つ三角形を増やしたい場合にはここにADDっていうボタンがあるんでこれを1回押すと上に三角形が入りますでここで例えば、まあ、厳密に0にする必要はないかもしれませんがまあ0のところでここの色を、まあ、白にしたりあるいはもうちょっと変えてみよう例えば黄色にしてやるとかですねそうすると遺伝子の発現量が、まあ、黄色の近辺というのはあまりその発現量が、GAL1 をノックアウトしても、その遺伝子の発現量はあまり変化しなかったことを表していて、赤が発現量が上がった青が下がったということを表すような形になってあらちょっとすいませんこれを最後に OK を押さないとやりますけどもで最後に OK を押さないとちょっとさっきの間違いになっちゃうんですけども、まあ、このように、パスウェイの濃度のところに遺伝子の発現量によって、色付けをすることができたこうやって見ていくと、まあ、あまり変わってないところが多いんですけども例えば発現量が上がったところはこういったところがあって逆に発現量が下がったところも、まあ、どっかに多分あるんでしょうけどあんまりないのかもしれない知れませんが、まあ、ちょっと見やすくなったかなというふうに思います。ここまで濃度のちょっと色の変え方を紹介したんですけども、ここまでなんとなく分かりましたでしょうか。基本的にはそのコントロールパネルといったここの値ところからその変えたい属性を選んでもらって、その中をちょっといじってもらう。実際には、まあ試行錯誤しながら、間違えても全然戻ることもできるので、いろいろやられて覚えていくというのがいいと思います。であと、濃度の形を変えたりというところもあります、まあ、シェイプというのが、ね、おそらくこれが濃度の形を変えるところだと思うんですけども、まあ、ここで濃度の形を変えたり、あと濃度に対してこれは今実際に遺伝子の名前が入っていますけれども、そのラベルの位置を変えたり、今おそらくこのコモンネームといったものに対してラベルを貼るといった設定が、されているので、情報が入っていると思います。その情報を変えたりということもこちらのコントロールパネルから行います。で次に、今濃度まで色を変えていくことができたので、エッジの色について変える方法を、ご紹介をします。でエッジも同じようにこのコントロールパネルから、変えていくわけなんですけどここに、スタイルを選んでもらって、エッジっていうのがあるんでエッジのタブを選択してもらうとここにやはり、変えたい項目が出てきています。でここで今変えようと思っているのはそのエッジの形を変えようと思っていて、特にそのエッジの視点から終点に対して、そのターゲットの方ですねソースからターゲットに線が引かれているというような書き方になっているんですけどもそのターゲットからソースに対して矢印が向かう方向に対してその、要はターゲットの方の線の
末端部分の形を変えるってことをやってみたいと思います。でここで項目があるんですけど、ここにあの下から1,2,4番目ぐらいにターゲットアローシェイプっていうのがあるんで、ここを選んでもらいます。でここのまた三角形のところを開くと、ちょっと開いて、どの要は、今、エッジのところを変えようと思っている、このエッジの中のこの今テーブルパネルでその属性の情報を見ていますけども、どこを変えるかってことでそのカラムを選択をしてやって、例えばインタラクションってところには、PD とか PP とかっていう情報が入って、まあ、ここを選んでもらって、そこの例えば、マッピングタイプっていったところで、ここではディスクリートマッピングっていうのをちょっと選んでもらって、でここで例えばプロテインと DNA の相互作用の関係を表していて、ソースを遺伝子、タンパクで、ターゲットを、まあ、遺伝子という形でおそらく情報が入っていると思うんですけども、今このネットワーク図では、どっちがタンパクでどっちが DNA かという関係がよくわからないということもあると思うので、その、始点と終点の関係をはっきりさせるために、ここで PD のところの情報のみを選んでもらって、ここで例えばアローというような選択をしてもらうと、このネットワーク図のところで、矢印アローの情報が入っているものがあると思うんですけども、おそらく、まあ、ここの場合にはこれがタンパクで、これが DNA でこういった制御関係にあると、転写の制御をしているんだというような情報が、まあ、分かりやすく始点と終点を、エッジの終点の方の形状を変えることによって、まあ、分かりやすくするといった例を示しました。基本的にはもうノードの変え方とノードの、表示の仕方と、まあ、同じようにコントロールパネルをの、各項目の値を変えていけばいいということになるわけです。また各自ですね、遊んでもらうのがいいかもしれません。で今ずっと紹介したところはかなり細かくですね、この、講習会の資料の方で番号を振ってどこの部分なのか、ちょっと若干ずれちゃってるところもあるかもしれませんけども、まあ、この流れに沿っていくと今言ってることは全部、同じように操作できるようになっています。でここまでが基本操作のところなので、まあ、ここまでやると皆さんも多分自分の研究でパスウェイの情報を使いたい、でパスウェイの情報に対して実験の結果を、反映したいっていうものはもう自由にできるかと思うんですけども、あとはその解析の項目によってプラグインをどういったものを、取り込んで使っていくかってことになります。まあ、そこからは個別の、使い方を勉強していくことになると思うんですけども、ここまではもう、基本的に皆さん同じような、ところ必要になるところだと思います。で今回の講習会でも、まあ、今回は本当に基本的なところをまず学んでもらって、もし今後、もう少し細かい、解析について、知りたい場合にはそのプラグインの使い方をご紹介する講習会についてもまた要望があれば考えていきたいと思いますが、今回は基本的な使い方をします、ご紹介します。で最後になる、まあ基本的な使い方の一番最後になるかと思うんですけども、そのパスウェイをそしたらどうしたらどうして書いたらいいか、さっきエクセルの図を見ましたけども、このサイトスケープでは主にその3つの、ネットワークの書き方があって、一番このよく使われるのはその既存のパスウェイデータを取り込んじゃうということがあります。でどこから取り込むかというと、実はそのサイトスケープのインポートのところから公的なデータベース、パスウェイデータベースのデータを取りに行ってそれを読み込むことができるようになっている、まあ、これがおそらく通常の使い方だと思います。で、まあ、そのサイトスケープ以外でも、そのパスウェイの情報を集めたポータルサイトみたいなものが、パスガイド、ちょっとこれ古いんですけども、その情報があったり、あと、ウキパスウェイっていうようなパスウェイのやはりそのウキページがあって、これはいろんな人が編集をしたり したり、することができるパスウェイの図なんです。このケグのパスウェイとかですね、プロテインインタラクションちょっとあったらどう覚えてないですけど、非常に主要なパスウェイの情報があって、おすすめのパスウェイの情報が入っていたりっていうことがあるので、そのパスウェイの中で、一部ちょっと、書式によってフォーマットには使えないものもあるんですけども、基本的に
例えばウキパセルだったら GPML っていうファイル形式だったらダウンロードできたりするので、もし興味があったらこのページに行って必要なパスを眺めながら必要なものをサイトスケープにインポートするってことができます。で、2つ目がテキストエディターやエクセルを使ってパスウェイデータを作る。さっきも言ったようにソースとターゲットのノードの名前を入れてあるのとそのインタラクションの関係を何か入れてあるということで、要は3項関係と2項関係というか、まあ、その3つ 3カラムの情報で基本的にネットワークを書くことができます。あとは、お絵描きもちょっと一応できるようになってるんですけど、要は点と線を、適当にその、メインビューのところに置いていって書くっていうことをしますけども、通常はそのサイトスケープでは、まあ、やらないことなので、今日はこの1番のところの、サイトスケープのインポート機能を使って、データをダウンロードするところと、パスウェイテキストエディターを使って、とかエクセルを使ってデータを作るところを簡単にご紹介を、ちょっと時間を許す限り紹介していきたいと思います。で、まずインポートを使ったデータの取り組みのところなんですけど、これは実際にそのスライドではなくて、またサイトスケープの方を見てやっていこうと思います。で、今この画面が開いてるんで、ちょっとこれが乗っかってると、ちょっといろいろ面倒くさいこともあるんで、この画面を一旦消す方法なんですけども、いろんな消し方があるんですけども、このネットワークだけ消してしまうってこともあると、実はその消したつもりでも、画面上で出てこないだけでデータとして残っていたりするってことがちょっと面倒くさいことがあるんで、もうまっさらな状態にしたいときには、まあ、再起動するっていうのが一番手っ取り早いというか一番確実かもしれませんけども、このファイルのところに、new というのがあって、ここにセッションっていうのがあるんで、これを押してもらうと、で OK ですかって出てくるんで、これを押してもらうと、まっさらな状態になります。要はセッションファイルのところ、今までのところはさっき言った、おそらくその、保存をするとさっきのところまで全部入っていくんですけども、もうまっさらな状態にするっていうようなことを今ここで、行いました。で、この状態に、さっきも言ったようにその公的なデータベースからネットワーク図を取り込む方法をご紹介します。で、それは、さっきも一番最初に紹介したようにファイルのところにインポートっていうのがあるんでインポートを見てください。で、インポートを選ぶとさっき Excel のファイルではネットワークからファイルっていうのを選んでもらったと思うんですけども、そのファイルのところではなくてその一番下のところにパブリックデータベースっていうのがあるんでこれを選んでください。そうすると今ここにまた画面が出てきて、どこのデータベースに取りに行くかっていうのが2つ今紹介されてるんですけども、シグナル伝達とかその疾患のネットワークがあればそれについてはウキパスウェイっていったところに情報が入っている可能性が高いのでそちらを選ぶ。で、下の方はインタラクションデータベース、これはプロテインプロインタラクションの情報等が入っているデータベースだと思います。今回はウキパスウェイの方で今ちょっと例として AKT と AKT1 という遺伝子名を入れてますけども、その AKT1 を含んでいるネットワークを探せってことをしようと思います。で、ちょっと今若干先にやってしまったんでこれ入ってますけども、今ここに AKT1 と入れて、例えば人の AKT1 遺伝子を含んでいるパスウェイをリストアップしようってことだったら、ここにオンリーっていうのをチェック入れてもらって、これ生物種で、ホモサピエンスというのを選んでもらう。で、ここまでして、その後ちょっとこれが実は分かりづらいんですけども、ここに虫眼鏡のマークがあるので、虫眼鏡のマークを押すと、今実際に今サーバーの方に見に行って、これだけのウキパスウェイのに登録されているパスウェイの中に AKT1 という遺伝子を含んでいるパスウェイがありますよってことを表しています。ここまで大丈夫ですか？ここまでいけないとしますか？もう一度そしたら。まあ、一番さっきのネットワーク図が表示されているところでもいいんですけども、あっても構いません。で、ここでファイル、インポート、ネットワーク、パブリックデータベース、これを選んでみてください。これやってもいかない、ウィキが選べない、選べない、ああ。そうか、すいません、ちょっとしたらここでなぜかな、ひょっとしたらここにそしたらですね、
ここにですね、メニューがあって、そこにアップスっていうのがあるんですけども、ここにアップマネージャーっていうのがね、ここでですね、ひょっとしたら、浮きパスウェイをインポートするための必要なプラグインが必要になるかもしれないですね。ちょっと私の方は事前に以前のバージョンのものが入っている可能性があるんで、今そのやってることっていうのは、ファイルメニューのアップスっていうところからアップマネージャーっていうのを今開いて、実際に、どんなアップ、プラグインが含まれているのかっていうのを見に行ってるんです。ちょっと時間がかかるな。でここにひょっとしたら浮きパスウェイってあるかな。できますか。私はやっぱりインストールドになってるんで。行きました。で、もし時間がある人はそれを入れてみてください。で、浮きパスウェイ入れて、先ほどのインポートからネットワークからデータベース。パブリックデータベースから行く。で、まあ、先ほど私がもうやったのは、ウィキパスウェイに対して AKT1 という遺伝子を含んでいるシグナル伝達パスウェイを出せというようなことを表したんですけども、ひょっとしたらそのさっきも、そのプラグインのところで、インストールしてないとこのウィキパスウェイ選べないような状態だ。ちょっと私これ確認してなかったので申し訳ないんですけども、ウィキパスウェイを開くときにはそのアプリが必要になるということみたいです。でもし、アプリの今ダウンロードできない方は下の方にインタラクションデータベースっていうのがあるんでそこを選んでもらうとこれも同じように、遺伝子名を入れ以前はこの遺伝子名 の、 そのコモンネームっていうか、シンボルネームを入ればよかったんですけどもちょっと新しくなってその遺伝子 ID を入れなきゃいけなくなったみたいでちょっと事前に私が207っていう遺伝子これはAKT1 を表してるんですけども、そこでサーチをした結果が今ここに出てるんで、おかしいな。ちょっと出ないですね。ちょっと出ないな。ちょっと出ないですね。さっきは出たんですけど。ちょっとすいません、もう一回浮きパスウェイに戻っていただいて、じゃあちょっとこれからは、ちょっと、浮きパスウェイをインストールできる方、できた場合の、やり方をちょっと紹介をします。で、今、AKT1 という遺伝子を含んでいる、パスウェイが出てきた、例えば、IL6 シグナリングパスウェイと選んでもらって、これをダブルクリックすると。ここに、そのパスウェイが表示されます。で、まあ、レジェンドなんかもここにありますけども、要はここに、さっき、ご紹介した例えばマウスの、ノックアウトマウスの、情報が、遺伝子をノックアウトした、実験マイクロ、遺伝子発現の情報がありましたけども、まあ、同じようにこれは人のデータ、シグナル伝達パスウェイの IL6 シグナリングなんですけども、実験をしてその実験のデータをここに入れたい場合には、例えばこの各カラムに対してその遺伝子の発現量っていうカラムを増やしてやってそこに数値を入れてやって、数値によって色を変えるってことをすれば先ほどと同じような、ネットワークの表示ができるということを一応確認をしてください。で通常はさっきも言ったようにこういったその既存のネットワークデータに発現量等のネット、データを入れるっていうのが、よく使われる使い方になるかと思います。
すみません、ちょっとプラグインのインストールをするっていうことを確認していなかったので。で今、まあ、同じようなことをこの、講習会の資料の方に書いたので、それもまた見ておいてください。ここまでよろしいですか。じゃあ次に、まあ、Excel を使ってネットワーク図を作るって、まあ、簡単にさっき紹介したんですけども、ちょっとおさらいがてらもう一度、こちらのスライドを使って、見ていただこうと思います。今、まあ、実は2段階あるというのは、2つの、ファイルが、サイトスケープじゃなくて Excel を使ってネットワーク図を書くときには必要になっていて、1つはそのこの、ネットワークの構造、まあ、二項関係とか三項関係とか、この情報を書くグラフが、テーブルが一つ必要になって、もう一つはその遺伝子とかエッジの持たす情報を入れる、テーブルが必要になると思います。でさっきも紹介したようにソースとターゲットと、まあ、順番はどうでもいいんですけども、ソースとターゲットとエッジの情報があれば、まあ、この情報が書けるということになります。で、もう一つは、じゃあこの例えば遺伝子のところにどういった情報を持たせたらいいのかということで、例えばシンボル名を持たすとか、実験のデータを持たすというような時には、この遺伝子の名前を、プライマリーキーというか主キーにして、それに対して、それぞれこういった属性を持っているといったようなファイルを用意してやれば、サイトスケープでネットワーク図として取り扱えることになります。で最低、まあ、こちらの実は、ステップ2の要は属性の値はなくてもこの形だけ書けるんですけども、後からそのサイトスケープ上で増やすことができるんですけども、まあ、実際には大きなデータを取り扱える場合には Excel 等で編集した方がいいかというふうに思います。でその、じゃあ書き方をまたサイトスケープの方に戻って紹介をしていきます。今この先ほど、IL6 シグナリングパースウェイが出ているので、まあ、これを、まあ、一旦ちょっと消した方が実は、やりやすいので、ニューのところでセッションをニューにしてやると、まあ、真っさらな情報になります。ここで、Excel の情報を読み取るということをします。でさっき、紹介したサンプルデータのところに Excel で作った情報、さっきまあ、これですね、ここで、CSV ファイル、Excel とかテキストエディターで作った情報があるんです。このファイルを読み取る、サイトスケープ上で、読み込むということをします。でその場合にはファイル、インポート、ネットワーク、ファイルを選んでもらいます。ファイル、インポート、ネットワーク、ファイル。でそうするとこの画面が出てきて、でちょっとまた間違いやすいんですけど、ガルフィルタード CSV っていうのを選んでください。で、開く。とやると、この画面が出てくるかと思います。もし、実際に今、サイトスケープを使われている方で、操作されている方で、この画面が出ない方いらっしゃいますか？まだ、もうちょっと待った方がいいですか？でこの画面で先ほどその、ここに下に、Excel のテーブルみたいなのが出てるんですけども、ここでどれがソースでどれがターゲットかってことを指定してやることをします。まあ、これ実はこのカラムのタイトルのところに、うん、まあ、出てるんで、まあ、それぞれ選んでいけばいいわけなんですけども、この画面でまず何をするかっていうと、今、この画面上でこちらの画面で今私その new というところでセッションを全部新しく切り替えましたけども、先ほどのネットワークが乗っかってる人は、その乗っかってるファイルにこの今 Excel の情報を追加するのか、また新しい、画面を開いて、ネットワーク書くのかってことを実は選ばなきゃいけなくて、ここで今私は何も開いてないんで何も出てこないんですが、多分ここはいいのかな。
そのままでいいと思います。それで、次にやるところっていうのはソースのところとターゲットのところとインタラクションをこの Excel 表のどこでやるかってことを選べっていう画面が、表示があります。これプルダウンメニューになってきてソースのところをこのカラムにする場合にはプルダウンメニューを開いてカラムの位置を選択してやる。でターゲットのところはカラムの、この2番目のところに入っているのでカラムの2を指定してやる。そうすると色が変わってそれぞれソースのところの紫、ターゲットのところのオレンジがここに反映しているということを確認してください。そしてもう一つどういったインタラクションなのかという情報、3つ目の情報がカラムの3に入っているのでカラムの3ということを入れてやります。でこうすると色が変わったかと。でちょっと今ちょっと忘れたんですけどもそのアドバンスドっていう項目が真ん中にあってこれをちょっと開いてもらうとちょっとまた画面が開くんですけども今このデータの区切りが何なのかってことで今カンマのところが初期設定のところで入ってるのかな、ちょっとひょっとしたら入ってない、私ちょっとずっとカンマ区切りの CSV のデータでやってきたので自分で入れたかもしれないんですけどもまず最初にうまくできない場合にはアドバンスのところにチェックを入れてもらって、このデータの区切りのところがタブ区切りなのかカンマ区切りなのかというようなことが選ぶところがあるのでカンマ区切りを選ん であとここのカラムネームズっていうのがあって一番上のカラムのところにカラムの名前が入っている場合あるいはここでそのカラムの名前が入ってなくてもういきなりデータの場合にはこれを消してもらうと、カラムが入ってちょっと今後からやるとあんまり字は良くないですけどもここでその上までデータが入っているときにはカラム名が一番上のところに入っている場合にはここにチェックを入れてもらうということをします。で一応初期設定では多分そうなっているのかと思うんですけども、こういう形にします。でさらに、これだけでネットワークは書けるんですけども一応そのここになんかそのカラムがあってこの情報も入れておきたいなっていう場合にはこれは実は参考関係とは別におそらくエッジの情報としてこれが多分入っていくと思う、まあ、この情報も一応入れておきたい場合にはチェックを入れると青に変わります。チェックチェック、まあ、これはこの青のところはあってもなくてもいい情報ですけども、入れておいて OK を押すと、まあ、こういった形で、非常に見てくれはあるんですけども今のそのExcel で作ったネットワーク図を、まあ、こちらの方で格子状に、反映することができるわけです。ここまでできますか？できないですか？大丈夫？ちょっとやばいですか？大丈夫ですか？でここまで行った人はそしたらちょっと先に行かないですか？もう一度やりましょうかね。じゃあインポートでネットワークでファイルのところから行ってもらって、CSV ファイルを選んでもらってこのネットワーク、インポートネットワークフロムテーブルっていうのが出てくるのでここで、最初にこのアドバンスを開いてもらったがよくてこのデータがカンマ区切りだったらカンマ、今 CSV ファイルなのでカンマ区切りなのでカンマを選んでこの取り込んだデータの、テーブルの一番上のカラムが、カラム名なので、こうチェックを入れておくってことをしてでその後そのターゲットのカラムが1である、ソースの、ターゲット、ソースのカラムが1でターゲットのカラムが2でインタラクションのタイプのカラムが3であるということを指定してやってそれぞれ色が反映していると思うんですけどもあとここら辺のところも一応チェックを入れてもらうとエッジの情報としてこの属性が入ります。で OK を押すと今2つの、まあ、ファイルが入っているかと思いますけどもこういう形になっているかと思います。でこれが非常に見づらいのでこの後、自動レイアウト等を使って表示を変えていくということをしていくわけです。で、まず最初にするのはちょっと今この
四角のノードでちょっとあんまりピンとこないなっていう場合には、どれだっけ、どうやってやるんでしたっけ、ちょっと左上、左上、すいません、ありがとうございます。でここでですね、いくつかノードの形とエッジの情報の、表すその、初期ファイルみたいなのがあるんで、例えばどれでもいいんですけれども、例えばこういったものを選んでやった場合には四角から丸になっていきます。で次にやることっていうのは、おそらくそのギュッと詰まって今格子状に並んでいるんですけども、それをもうちょっと見やすくする。これはさっきも最初のところに言ったそのレイアウト機能が非常に充実してるって話をしましたけども、見やすいように一個一個手で動かしていくっていうのはちょっとあんまり現実的ではないので、その時にはどういった方法があるかっていうと、レイアウトっていうのがあって、ここにいくつかのレイアウトがあって、どれを選ぶかいいかちょっとよくわからないんですけども、一番最初に私がやるのはここにもう初期設定として、ここに左から 1,2,3,4 5番目のところにレイアウトのおすすめのレイアウトを適用するというのがあるんで、これを押すとなんとなくその生物学的っぽいですね、ネットワーク図ができます。で実は今これはこのレイアウトでいってどれを選んだかっていうと、今初期設定がこうなってるんですけども、プレフューズフォースディレクテッドレイアウトって、これは力学的なんとかレイアウトっていうようなアルゴリズムでそのネットワークを並べ替えるものなんですけども、これは別に生物学的な情報とか知識は全然反映していなくて、そのノードとエッジ、点と線をなるべく重ね合わさらないように配置するというようなどうやらアルゴリズムがあって、それを使って表すと実は比較的その生物学で使われているネットワーク図っぽくなっていくのと、あとはどこにそのハブ遺伝子があるのかとか、そのアルゴリズム結果なんですけども、どこにそのハブになるような遺伝子があるのか比較的見つけやすいので、通常はこれをやるとなんとなくその、ネットワークの構造みたいなものがよくわかるので、生物学的な知識は全くその反映していないんですけども、よく使われるレイアウト、一番よく使うものになるかと思います。で、いくつかのレイアウトについてはこれからちょっと後から紹介をしますけども、こういったものがございます。で、あと今このネットワークのところで、ノードのところの名前が、YDR とか YDR146C とかですね、ちょっと分かりづらい名前になって、今実はこの名前がおそらく書いてると思うんですけども、こういったところの情報が入っているかと思うんですけども、すみません、ちょっとまだ忘れてました。今実はさっき書いたのはまだそのノードに対してノードを持っている遺伝子の量とか遺伝子の名前、シンボル名の情報をまだインポートしてなかったので、それをちょっとやんなきゃいけないですね。その場合にはもっとファイルからインポートで、テーブルっていうのがあります。でこれは一番最初のその基本的な機能のファイルの読み込み方のところにあったように、属性の情報を読み込む場合にはこのインポートからテーブルでファイルを選んでもらって、実はその今のこのネットワークの、属性の情報はガルエクスプレッションデータ CSV というのが入ったと思うので、これを選んでもらって、そうするとまたここでこういったウィンドウが出てくるの で、ここで、
ひょっとしたらこのネットワーク図のところで複数のネットワークを表示している人にはどのネットワーク図にこの属性値を読み込ませますかっていうことを設定しなきゃいけなくて、私今やってるこの例では一つのネットワーク図しか開いてないのでここはいじらなくていいんですけども、これを選ぶ必要があります。で、あと何がキーの、どれを元にしてまあプライマリーキー種のキーとしてその属性値を入れてあるかってことなんですけども、ここで一応選択できるようになっています。でここでも選択できるのかな、選択できるようになっています。であとここでは、さっき言ったそのカラムのところが、間膜切りあるとかというような、ちょっとさっきのネットワーク図を読み込ましたと同じような感じのものなんですけども、ここで、今主キーのところが遺伝子の名前で、ここで実は1位で識別しているユニークな ID が入っているので、例えば、遺伝子の名前のコモンネームみたいなものを使うと同じ遺伝子、違う遺伝子でも同じ名前が使われていたりとか、その1位に識別できないような、情報が入っている場合もあるので、その1位で識別できるこの遺伝子ID みたいなタイプのものを選んでもらって、そこに対してこういった値を入れていくってことをして、今ここでこれが主キーであるってことを今選択青で選択しているわけなんですけども、そうして OK を押すと、あっという間に入ってしまいましたけども、このノードのところに、このカラムの情報が追加されるってことはされ、例えば遺伝子の量であるとかコモンネームが追加されるってことになった。でここでちょっと先言っちゃいますけども、今ここでこの、ID 的なものが入って非常に分かりづらいっていう場合だったら、スタイルのところでノードで、ノードのラベルで、ノードのラベルのところの情報をコモンにしてやってしてやると、ここの表示がコモンネームに変わって比較的分かりやすくなる。要は属性の値、どの属性の値を使ってこのノードの表示を切り替えるかってこと。ちょっと急いでますけども、こんな感じで、Excel の表も、書くことができます。で資料の方もう一回見てもらえばいいかと思います。でちょっともう時間もないので、あとちょっと急ぎますけども、あとレイアウトのところをもう一度復習していくと、よく使われるレイアウトをちょっと3つか4つピックアップをしました。でこれは、どういうレイアウト、アトリビュートサークルレイアウトっていって、属性値のところ、要は、ノードのカラムのところにいろんな値が入っていましたけども、例えば遺伝子の発現量によって、発現量が高いものは実はこれ赤からずっといって、最終的に青でというような多分書き方がしてあると思うんですけども、発現量の高いものをずっと上から、下から時計回りで並べていって、これは実は円になってるんですけども、円形に表すといったもの、実際にこっちを見た方がいいかもしれないですね。ここで、今レイアウトはこうなってるんですけども、ここでレイアウトのところで、アトリビュートサークルレイアウトって、これは見るだけにちょっとしてください。そこでこれ色が入ってないくらいかな、ちょっと色が入ってないんであれなんですけども、遺伝子の発現量から順番に一番下に、発現量高いものを一番下にして右回りで表していくといったものが、このアトリビュートサークルレイアウトといったもので、どの遺伝子、遺伝子の高い発現、遺伝子の発現量が高かった遺伝子が、どの遺伝子とインタラクションを持っているかということを、見るときに、比較的分かりやすい並び方になるかと。で、あと、ディグリーソーテッドサークルレイアウトっていうのは、これはディグリーっていうのはさっきも言ったように、その、ノードが持っているエッジの多いもので、このエッジが多いっていうのはハブになっている可能性があるので、重要な機能を持っているっていうことが類推されるんですけど、その遺伝子、次数の多いものから、今度は反時計回りに表示していくっていうのが、ディグリーソーテッドレイアウト、サークルレイアウトっていうものです。で、これはグループアトリビュートレイアウトってことで、同じようなアトリビュート属性を持っているノードを固めて表すっていうもので、今これはその実の高いものを ひとまとめにして表している、レイアウトになっていきます。で、これが初期設定に入っている
プリフェイズフォースディレクテッドレイアウトっていうので、ノードとエッジの重なり合いをなるべくなくすようなアルゴリズムであって、で、まんべんなく広がってベタッとするような形で表示できるので、そのハブになっている遺伝子が、まあ、見つけやすいというような、特徴があるレイアウトになります、まあ、通常はこれを使うことになると思います。であと、ハイラキカルレイアウトということでパスウェイの情報を階層的に表示するレイアウトで、これはどういう時に使えるかっていうと、例えば遺伝子発現ネットワークみたいなところで、どの遺伝子がどの遺伝子を制御しているか、これは実はそのソースと、ターゲットの情報を持っていて、まあ、上の方にあるものが要は線が出ていって、まあ、受け取るものが少ないというものを上にして、受け取るものばっかの時には下にあるというような線を、要するにターゲットになるようなのをどう下に持ってくるというような、まあ、これも、まあ、アルゴリズムで書いてるんですけども、まあ、そうすることによってどの遺伝子がどういった制御関係にあるのかということを比較的ちょっと分かりやすく、示してくれるようなレイアウトになっているかと思います。ちょっと時間もあれなんですけども、ちょっと短くそしたら、これだけ、紹介をさせてください。でこれまで基本的な使い方を紹介したんですけども、解析の例としてそしたら最後に、いくつか、紹介をしていきたいと思います、まあ、いくつか一つの例なんですけども、どういうその、まあ、サイトスケープを使ってデータの解析をしていったかということを示す例になります。でこれも実際にそしたらサイトスケープ でこれはちょっともう時間もないので、皆さんやっていただいてもいいんですけど、私の方の画面でやるので画面にちょっと集中してもらうってことでお願いをします。でちょっと今余分な画面が出てるのでこれをちょっと消します。で、使うファイルは、まあ、さっきからずっと使っているガルフィルターの、SIS ファイル、サイトスケープのファイルを使います。でこれは、最初に言ったように、マウス、マウスじゃないですね、すみません、候補の、遺伝子発現解析をして、でノックアウトした時の発現量が、それぞれどの、遺伝子がどういった発現を示したかということを表していて、その情報をプロテインプロテインインタラクション、既存のプロテインプロテインインタラクションのネットワーク図、あとタンパク質と DNA の相互作用のネットワークに重ね合わせたものなんですけども、まあ、その中からその遺伝子の制御関係を、まあ、見つけるこの、マイクロアレイのデータから、この複雑なネットワークの中からその一部の制御関係を見つけに行くっていう例を示した例を紹介します。これは実際にその、チュートリアルのところに入っていた、事例を、まあ、再現するっていうふうに、しました。ちょっと見てください。で、まず、まあ、ここで、すいません。ここで今、GAL4 という遺伝子をノックアウトした場合の、ネットワーク図をちょっと、色付けをしたいと思います。で、さっきも何度も言ってるように、スタイルから、ノードのカラーで、ここで、GAL4 という遺伝子をの対してその値の色付けをしようということをします。で、まあ、一応参考資料と同じようにすると、遺伝子の高い方今度はちょっと緑にしちゃったんですけども、で多分こっちを赤にしたと思いますが、まあ、ちょっと2色で、あ、ラベルカラーにします、すみません、こっちですね。これでいいのか、これでも多分いいかと。ちょっと講習会の資料と若干違ってるかもしれませんけども、でここでどういうことをするかっていうと、ここで今、遺伝子の発現量が高いものをグリーンにして低いものをグリーンで表したんですが、これはざーっと全体をちょっとあんまり小さくすると見づらいんですけども、ちょっと小さくしていくと、
この遺伝子がちょっと低くなったところ、ここら辺のところをちょっと注目していこうというようなことをします。でその前にちょっとやっぱりスタイルももうちょっと変えた方がよくて、エッジのスタイルをターゲットの方の形を、プロテインと DNA の相互作用の関係の、ターゲットの方の側を、矢印にしました。でまずここからその遺伝子の発現が下がったこの周辺の情報をちょっとピックアップしてちょっと見に行くってことを、しようと思います。でその前に、この中からこの、ネットワーク図っていうのはプロテインプロテインインタラクションと、プロテインと DNA の相互作用の、情報が入ってるんですけども、そのプロテインと DNA の関係だけを抜き出すってことをちょっとしてみたいと思います。でここでどういうことをするかっていうと、実際にこっちを見てもらった方が分かりやすいかな。ちょっと行ったり来たりしますけども、ここであのある属性値を持ったものを、ある特性を持ったものを、ピックアップしてもらいたいときにはセレクトっていう、この、タブをコントロールパネルで開きます。で以前のその、サイトスケープのバージョン 2とかだったらフィルターって書いてあったと思うんですけども、ちょっとバージョン3になってからおそらくセレクトになったんだと思いますが、セレクトって選んでもらって、そこでこのプラスのマークがあるのでこれを1個押すとカラムのフィルター、要はカラムに対して検索をかけるってことにして、でどのカラムかっていうことで、例えばノードでなくてエッジのインタラクションのところで、これが例えば PD のものと選んでやると、今もう実際にその全体の中からプロテインプロテインインタラクションの情報ではなくてプロテインと DNA の関係を表したエッジだけが選択をされたことになります。そしてこのネットワークを抜き出したいとき、その場合にはここでエディットで、セレクトで、セレクトで、これですね、今選んでいるの、選んだエッジで、によってつながれているノードっていうのがあるんで、これを選択してもらうと、今、プロテイン DNA の関係でつながっている、このエッジが選択をされていて、で、この今選んだものから、今ここにあのアイコンがあるんですけども、選んだものから新しいネットワークを作るっていうのを選んでもらうと、ここで実は小さなネットワークができているんです。もともとのネットワークがこの図で、この今選んで選択をした今 PD、プロテイン DNA の関係の接線を持つノードを選んで、それに対して、それを、選び出してそれに対する部分ネットワークを作り出したってことになります。まあこれだけになります。でさらに今、さっきも言ったようにいくつかの遺伝子にちょっと注目して見ていこうと思います。ここにガル7っていうのがあって、
ここがガル1というのがあって、ガル10というのがあって、あとガル4というのが、実際にこの、データではガル4を、ノックアウトして、その結果どういったその周りの遺伝子の発現がどう変わったかということを表しているので、この4つの遺伝子をちょっと注目をして、この遺伝子と直接インタラクトしている線を結んでいる、濃度を選び出すということをします。でこの場合にはマイクを置きますが、複数あるときにはこのシフトキーを押しながら選択を、ちょっと Mac の場合はわかんないけど、おそらくこうやって範囲を指定してもいいんですけども、この赤色になっている3つと、実際にそのノックアウトした遺伝子を選択をしてやって選ん で、でここで、もう一度セレクテッドっていうのがあって、今この4つを含んで、この4つと直接1本の線でつながっているノードはどれかっていうのを見つける方法があって、そこは、ここにアイコンが実はあるんですけども、これを使ってもいいですし、セレクトっていうところに、ノードのところでファーストネイバーズオブセレクティッドノードっていうのがあるんで、ここを選んでもらってもいいです。それかここのアイコンのところから選んでもらうと、今選んだ4つと直接インタラクトしているノードが選ばれて、それに対してまた抜き出すというようなことをすると、こういったネットワークが書けると。でそうすると、ちょっと実際には講習資料を見てもらうと分かるんですけども、こういったその発現量が下がったものがどういった遺伝子によってなんか制御されていそうだって、もちろんそのガル4が関係しているとなんですけども、それ以外にも、こういった遺伝子がなんか関係しているとかっていうようなことで、その、制御関係を、その遺伝子の発現量が、ちょっと特徴的なものを示した周辺の遺伝子を抜き出していって、その中の制御の方向の関係を見に行って、遺伝子の関係性、相互作用の関係性を見に行くといった例が一応そのチュートリアルにあるので、今ここで再現してみました。で、ほぼちょっと最後激しくなっちゃいましたけども、ほぼここで今回紹介しようと思っていたところは大体できたんですが、ちょっと時間が長くなってしまいましたが、あとプラグインのところは、さっきウキパス A のところここでダウンロードできると教えていただきましたけども、いくつかのそのプラグインの情報があって、これについてはちょっと紹介だけしておきますけども、いろんなそのものがあって、テキストマイニング的に、ある遺伝子とある遺伝子の、関係を、論文のアブストラクトを見て、この遺伝子とこの遺伝子の、例えば論文でその登場する遺伝子、ある遺伝子を指定してやって、その遺伝子とその遺伝子が登場する、論文のアブストラクトを見つけに行って、その遺伝子がどういった、関係がありそうなのかということを示すことが、あるんですけども、そういったツールであったり、あとはこの、先ほどその小野さんの、講演の中で、GO タームをつけるって話がありましたけど、サイトスケープのプラグインでも GO タームをつけ、GO タームをつけるっていうのがあって、さっきそのデイビッドっていうのを紹介しましたけども、同じような、感じでその、ネットワーク上の、遺伝子の発現で特徴的なものを示した、過剰発現遺伝子とかに対して、その過剰発現遺伝子がどういった機能を持っているかみたいなことを予測するプラグインがあったり、あとネットワーク的にそのパスウェイモジュールを見つけに行くというようなツールがあったりして、実際に実験される方にはこのプラグインを使った講習の方が役に立つとは思うんですけども、今回はその基本的な使い方をご紹介して、ご紹介をして、その後各自必要なプラグインを見つけてもらって、プラグインので解析をしてもらうという方がおそらく、ここまで基本的な使い方を理解していただければ、プラグインの方は、それぞれまた、説明書を見ていただければ多分使えるようになると思うので、今回の講習会は、基本的な使い方を、1時間半ぐらいになっちゃいましたけども、ちょっとご紹介をさせていただきました。
まあ、ここで今回は終わりにしたいんですが、質問等あれば受け付けますけども、よろしいですか。ちょっと駆け足になりましたけども、これでそしたら終わりたいと思います。